次に阿部俊子君。阿部俊子君。おはようございます。自由民主党阿部俊子でございます。今日は大臣にいくつか質問がございまして、最初に母米法について質問させてください。これに関しましては日野原茂明先生という100歳におなりになる政労課の名誉院長がいらっしゃるわけでございますが、大丈夫ですか。いらっしゃるわけでございますが、その方は自分は墓はいらないとおっしゃっておりまして、墓を作れば環境を破壊する、さらにはお子さんが何人かいらっしゃるんですが海外にもいらっしゃいまして、墓参りもなかなかみんないろんなところに住んでできないだろうということで、樹木葬というですね、自分のその焼いた遺骨を木の下に植えるという入れるということをですね、ご自分で決めてらっしゃいまして、すでにその場所も決まってるんだそうでございます。日本に2カ所あるんだそうでございますが、それを樹木葬を進める会をやっていまして、そういう中にありましてですね、その母米法がかなり前に書かれたものであります。今回東日本大震災に関してもかなりいろいろな問題が起きたのではないかと思いますが、このことに関しまして、政府参考に何かございましたら。厚生労働省健康局長。死者を葬る方法にはさまざまなものがあると考えておりまして、先生今ご指摘の木の下に埋めるというのは、これは埋蔵になりますので、これは墓地になりますけれども、いろいろまたご質問いただきたいと思います。阿部俊子君。これに関連いたしまして、もう一度言いますが、東日本大震災で何か関連の問題がいくつか対応しなきゃいけないことがございましたか。富山健康局長。東日本大震災におきましては多くの方が犠牲になったことに加えまして、関係自治体自体が被災しておりまして、毎火葬の許可事務が実施できない状況が発生したことから、死亡届を受理していない市町村でも毎火葬の許可を可能とすること、それから市町村の毎火葬の許可がない場合でも、火葬場等の管理者が死亡診断書等を確認することにより、毎火葬を許可すること、それからこれらに基づき、正式な火葬許可を得ずに火葬を行った場合でも、小骨の埋蔵を可能とすることという、墓地埋葬法上の特例措置を講じたところでございます。で、問題点としては、ご遺体の数が関係自治体におきまして、火葬場における火葬能力を超過したために、宮城県内の6つの自治体では、土葬を実施しております。この土葬につきましては、早期の火葬を希望するご遺族等の感情を踏まえまして、順次、土葬したご遺体につきまして、改葬を実施し、11月の19日までにすべての改葬を完了しているところでございます。また火葬での対応が困難なものにつきましては、一部の自治体につきましては、近県の火葬場に遺体を搬送して火葬を実施したということでございまして、東京都や千葉県からの大規模な受け入れ申し出があったわけでございまして、こういった対応を図っております。阿部俊子君。わかりました。その東日本の時にもさまざま問題があったわけでございますが、もう一つはやはりですね、自分の最後は自分で決めたいという方がものすごく増えているんですね。で、さらにはですから、本人が生きている間に自分の葬儀の方法を決めるとか、どういうお棺にするかとかですね、なんかいろいろ決めているみたいなんですが、大臣、これはご自分でもうすでに決めていらっしゃるんですか。まだまだ決めていないという段階ですか。小宮山厚生労働大臣。いや、私もいろいろといろんな人生遍歴してきておりますので、どういうふうに最後するかというのは考えまして、私も以前はその散骨ということも考えたんですけども、これはなんか海の方は撒いてもいいけれども、山の方はどうとかとか、なんかいろいろ実際に今調べましたら、今の法律上は土葬、火葬と小骨の埋蔵だけを規制をしているので、散骨とかの規制は特にないというふうに聞いてますけれども、そのように私もいろいろと考えを巡らしているところでございます。阿部俊子君。
私も実はですね、我が家が分家なもんでございますので、今両親の墓も含めて考えなきゃいけないときにいろいろ調べてみますとですね、その散骨この部分に関しましては、墓前法、墓地埋葬法に抵触しないというふうに解釈はされているもののですね、特にその環境維持の問題と農作物の風評被害、これは平成16年札幌市の NPO 法人の経営する会社がその北海道の私有地で散骨をしたことに対して、やっぱり地元からそりゃ散骨なんかされたって言ったら農産物も売れなくなるだろうとか、そういうことでですね、ここの町は爽やか環境づくり条例とかいうのを作ってですね、散骨禁止違反に対する罰則も作ったわけであります。ですからここのところはもう少しきっちり整理をしていかないといけないのかなというふうに私は思っておりますし、また遺骨をですね、骨のまんまっていうのはやっぱりないわけでございまして、これを砕くときの問題が刑法119条との関係の中であるみたいでございますが、このことに対して政府参考に何かご意見ございますか。厚生労働省健康局長。刑法について私どもとして直ちに述べる立場にございませんけれども、法務省の方も刑法119条、190条だと思いますけれども、葬送のための祭祀として節度を持って行われる限り遺骨遺棄罪に該当しないといった、正式な答弁はちょっとここではできませんけれども、という旨の見解を発表しているように聞いております。安倍敏子君。やはりかなり前のことで整理をされていて、今家族形態が変わっているということも私は一つあるなと思っておりまして、孤独死が非常に増えているとか、そういう方々、例えばもうお葬式ができない、これは自宅から焼き場の方に直送するという方も実は結構いらっしゃるみたいでありまして、そういう中においてですね、また65歳以上では男性の10人に1人、女性の5人に1人が1人暮らしということでございますが、こういうこの自分の葬送に関して自分で決めたいという個人化が進んでいる中、こういう問題を法律的にも私は一度整理が必要なんじゃないかと思うわけでありますが、大臣いかがですか。小宮山厚生労働大臣。確かに委員がおっしゃる通り、いろいろ家族形態も考え方も変わってきて、もともとその家に古くからある墓に入るということではないことも増えてきていますので、確かにずっと前の法律ですから整理は必要だと思っています。ただその時に新たな法規制をするのかというとそういうことではないと思うので、ただ先ほどの散骨の問題も含めて地方自治体によってはガイドラインを作ってくれというような話もあるかと、そのようなことも聞いてますので、少し幅広くですね、検討してみる必要はあるというふうに考えています。安倍敏子君。大臣、これはぜひお願いしたいところでございまして、実は超党派でそういう方々のご希望のお話を聞かせていただいたんですが、私はですね、何でもかんでも新しい法律を作るというのは実はあんまり賛成ではなくてですね、これまでの考え方にどのように考え方を足していったり引いていったりするかということを整理していく方がいいのではないかと思っておりまして、この早々の部分全体に関してですね、やはり人間の最後は自分で考えたいという方が増えてきて、またさらにはご家族も最後の葬式っていうのは結構大変なものでございまして、そこの部分も含めてですね、こういうこともあるよということを全般的に見直すという会を大臣ぜひ作っていただくお約束を今いただけますか。小宮山厚生労働大臣。委員がそういうことでいろいろと努力をされ実際に動いていらっしゃるということも聞いておりますので、これは厚生労働省の方としてそういう会を作るのかどうかを含めてですね、議員の皆様でお話し合いをいただいてお持ちいただくということもあるかと思いますし、あり方についてはまた検討させていただいて委員のご意見もよく伺いながら対応していきたいというふうに思います。安倍敏子君。
ありがとうございます。ぜひこれはお願いしたいというふうに思います。やはり議員だけで話を合うよりもその全体のやはりバランスの問題でございますので、ぜひお願いしたいというふうに思います。次に精神疾患に関してちょっとお尋ねしたいわけでございますが、今実は国会の方でですね、毎週1回会が行われておりまして、心の健康を守る会とかいうのがございましてですね、この毎週毎週いろんな方々からお話を聞かせていただいているんですが、精神疾患の方々のことを私たちは本当にもう少ししっかり考えていかなきゃいけないということを本当にいつも思わせていただくわけであります。特に一番何が困っているかというとですね、認知症の方が増えておりまして、認知症の問題行動っていうんですが、いろんな動き回ったり、夜昼夜逆転って夜と昼が逆転しちゃった方とかですね、さらには不潔行為って言って、自分の便をいじってしまったりとか、そういう方々がですね、病院の中で病院に受け入れて一般病院で受けてもらえなくて、その精神科病院の方にみんな行っちゃう。でそうすると本来の精神科疾患の方々を押し出した形でいっぱいになっちゃってるっていうんですね。で特にその中でその問題行動の中で精神科病院の中にどういう人を入れるかというのを自傷他害というですね、自分を傷つけて相手を傷つけるっていう人に限定してほしいっていう声が先般も精神科の医師の方から出たところであります。ですから以前7万病床を減らすとかいう話も出てまいりましたが、ただでさえ行くとこが整備されてない中、その認知症の方々で病棟がいっぱいになっているということは大臣お聞きになったことございますか。小宮山厚生労働大臣。はい、それはいろいろな方々のご意見も今の省内の動きについても聞いております。でそのことではもちろん方向性としては病院よりは地域でというのは分かるんですけど、やはり地域の方の受け皿といいましょうか、体制が整わないと行き場がなくなるということもあるというふうに考えています。安倍敏子君。それと関連しますとですね、やはり私は精神障害者の方々の住まいの整備をもっともっとしていかないといけないと思っておりまして、今回診療報酬介護保険で訪問の看護と介護の方はしっかりつけていただきましたが、やっぱり在宅っていう考え方が今まで住んでいる家ということと、さらには今から週末を終える週末の時の家というのは私は必ずしも一緒じゃなくてもいいというのと、さらには病院にずっと長くいた方々がやはり出ていくための住みかといいますか居場所づくりというのをもっとしていかなきゃいけない。で高齢者住まい法というのがあります。でこれでかなり厚生労働省と国土交通省が手を取り合って高齢者の住まいは確保できたんですが、まだまだ精神障害の方々の住むところが足りないと私は思っておりまして、これに関して大臣何か方向性などもありましたら教えてください。政府さん。厚生労働省障害保険福祉部長。精神障害者の方々が地域で安心して生活できるようにするためにご指摘のとおり住まいの場が非常に確保が重要だというふうに考えております。これまで厚生労働省と国土交通省がこの点について連携を図りまして、21年の11月には、両省の連名で、都道府県に対して各自治体に対して、通達を出すというような形で取り組んでいるところでございます。具体的には、公営住宅をグループホーム、ケアホームとして活用するためのことを進めていくであるとか、公的賃貸住宅、それから民間の賃貸住宅へ精神障害者の方が入居を促進するような取り組みを進めていくというようなことを具体的に図るために、福祉部局と住宅部局の連携を強化するということを各自治体にお願いしているところでございます。今後とも国土交通省と協力して障害者の居住の安定に努めていきたいというふうに考えているところでございます。安倍敏子君。その住宅の確保のときにですね、障害者の方々の住宅を探しているときの調査の結果もいくつかあるわけでありますが、やはりその受け入れたがらない話、さらには保証人の問題で、やはりちょっとだけ、ヘルプが必要な部分があるんですね。これに関しては今どのように検討されてますか。
厚生労働省障害保険福祉部長。これにつきましては、障害者の方がそのグループホームなどで、地域の住宅で、必要とされる福祉サービスの提供、それから医療サービスの提供につきましては、これは厚生労働省の方で必要な施策を充実していくというようなことで図っているところでございます。一方、住宅を借りる場合にあたって、例えば保証人をどうするだろうとか、それから家賃が未払いになってしまうんじゃないかというようなご懸念もあるというふうに聞いておりますので、そういう点につきましては、民間賃貸住宅の入居の円滑化という観点から、例えば安心賃貸支援事業であるとか、家賃債務保証制度などが国土交通省の方で講じられているということでございますので、そういうのを十分活用していきたいということで考えているところでございます。安倍俊子君。その一つ一つのサービスを総合活用というのをワンパッケージにはなっているんですか、それとも自分で探していく形になっているんですか。厚生労働省障害保険福祉部長。個別の事例で、法律という体系ではなくて、今は通達という形でいろいろと指導してやってますので、そういう制度そのものは、厚生労働省の施策と、それから国土交通省の施策の中で行われているという状況でございます。自立支援法が議員立法で改正いたしまして、今年の4月1日から新しく、相談地域移行にあたっての相談支援につきまして、個別給付という制度が新しくできるということになっておりますので、そういった制度の中で具体的に、どうした形でこう地域移行が進むのかということも、そういう制度を通じて普及を図っていきたいというふうに考えているところでございます。安倍俊子君。この精神疾患をお持ちの方々の住まいは本当に重要な部分なので、ワンパッケージとして、そういう方々がやはり住むところの確保、その住むところに対しての保障、さらにはサポートの部分ということが全部セットになっていないと、地域社会に出ていくことはできないので、この検討を大臣ぜひ早く進めていただきたいのですが、いかがですか。小宮山厚生労働大臣。おっしゃる通りだと思いますので、そういう方向で努めていきたいと思います。安倍俊子君。ありがとうございます。さらにはですね、もう一つ言われているのが、大きい総合病院の中にですね、精神科病棟がないというのが言われておりまして、今4割しかないんだそうであります。で、このなぜ4割しかないかというと、精神科のですね、診療報酬点数が採算が取れないので、病院はそこを切り離したがるということなんですね。ところが精神疾患をお持ちの方々もいろんな病気にかかります。すなわち、そういう方々を受け入れている病院が、今医療計画の見直しがもう少しでできると思いますが、その精神疾患をお持ちの方々の治療できる場所が限られてしまうというのは、私はこの二次医療圏内の中においては非常に大きな問題だと思いますが、これは医療計画の中にしっかり書き込まれる部分なのでしょうか。大臣、政府参考人でもいいです。厚生労働省障害保険福祉部長。ご指摘のとおり、精神障害のある方が地域で生活するために適切な医療が受けられる体制を確保していくというような観点から、医療計画におきまして、今まで従来4疾患5事業であったものを精神疾患を加えるというような取り組みで今進めているところでございます。具体的には患者の状況に応じてどのような機能が求められるか、その機能を担う医療機関はどこか、それから地域の中でどのような機関と連携が必要かということを明確にすることになっているところでございます。具体的には、予防から社会復帰、それから先生ご指摘の救急の体制をどう整備するかというような、さまざまなそのステージに応じた機能や連携体制、それからうつ病などの疾病ごとの医療機能について、24年度中に、都道府県で策定をしていただくということにしているところでございます。厚生労働省いたしましては、各都道府県で目指すべき姿をイメージしながら、医療計画が策定できるよう十分な支援をしていきたいということで考えているところでございます。安倍俊子君。で、今回そのご疾病のご事業ということで精神疾患が入ったことは、私は本当に第一歩だなと思っているわけですが、では医療計画に入ったからといってですね、採算が
取れないけれどもやれよという話は私はないのではないかと思うわけであります。で、その総合病院、大きい病院が切り離したがっているその病棟を今回の診療報酬でも手厚くなったということではないわけでありますから、医療計画の中で頑張れ、でもお金は勝手に頑張れという話なのではないと思うんですが、ここのところの支援はどのようになりますか。厚生労働省障害保険福祉部長。今回の、診療報酬の改定におきましても、十分ではないかもしれませんが、一般病棟におけますその精神科ニーズの手術内科医療ニーズの高まりを踏まえまして、精神科リエゾンチームを派遣した場合にその加算がつくであるとか、そうした、あと救命救急入院の評価の見直しというようなことにも一部取り組んでいるところでございます。これにつきましては、精神科の救急それから、合併症を生じた場合 の、 その対応というようなことで、今後ともその精神科救急の充実を図っていきたいというふうに考えているところでございます。安倍俊子君。そうするとですね、充実ということは言われていながら点数が十分でなければ一般病院はその採算が割れると分かっていててもその病院を抱えていくということを厚生労働省は進めていくということでいいんですか。厚生労働省障害保険福祉部長。今回の改定も行われましたので、その状況を見ながらその医療機関の現状をよく我々も調査いたしまして必要な措置を講じて、適切な精神科医療が体制が取れることを図っていきたいというふうに考えているところです。安倍俊子君。その必要な措置というのはどれぐらいのオプションがあるのか、どういう内容か教えてください。厚生労働省障害保険福祉部長。現段階でちょっと今申し上げられるような状況ではございませんが、その改定の状況、それからそれをどう医療機関が使っていくのかということも見ながら考えていきたいというふうに思っています。安倍俊子君。そうすると精神科病棟に関してはそれを持つことが必須であるという形に義務付けの施設基準に入っていくのか、それとも努力義務になるのか、これどちらか教えてください。厚生労働省障害保険福祉部長。精神科医療の問題につきましては障害者政策の観点から例えば医療保護入院のあり方が適当なのかどうかというような問題もございまして、我々としてはその入院制度のあり方も含めてその人員体制が十分でないんじゃないかというようなこともご指摘を受けているところでございまして、そういうことも含めて全体どうあるべきかということについて、抜本的な検討をしていきたいというふうに考えているところでございます。安倍俊子君。私がその一般病院の中に精神科病棟と言っているときには精神科疾患単独の話をしているわけではなく、精神科疾患を持っている方々が他の複合的な疾病にかかったときにかかる期間が整備されなければいけないのではないかということを申し上げているわけでありますから、そこは勘違いをしないでいただきたい。でさらには人員不足の部分を今お願いしていないんですが言ってくださいましたので、特に医療法の中に定められている人員配置基準、特に医師の配置がですね、一般病棟が医師が16対1に対して精神病床が48対1、看護師は3対1に対して、看護職員が3対1に対して精神病床が4対1ということがあって当面5対1というふうになっているんですが、この当面の当分の間というのはいつまでなのかちょっと教えてください。厚生労働省障害保険福祉部長。当分の間というのは具体的にいつまでということを決めているということではございません。先生ご指摘のように先ほど申し上げましたように精神科病床におきますその人員体制の問題につきましては、先生ご指摘のようなさまざまなご指摘がございますので、そういうことを踏まえて、その人員体制のあり方それについて抜本的な検討していきたいというふうに考えているところでございます。安倍俊子君。じゃあ抜本的な検討ということでですね、この精神科対策に対して何か審議会が起きるとか、そういう計画が今あるということなんでしょうか。厚生労働省障害保険福祉部長。ちょっとまだ現段階では確定していませんが、関係の有識者などにご参加いただいて検討するようなことを検討、今その体制づくりについて検討しているところでございます。安倍俊子君。
時間になりましたので最後にいたしますが、大臣ぜひですね、この精神科疾患の方々、今まで本当に議論もされずに、特に医療が非常に広い分野なものでありますから、自分たちで本当にロビーングもできない中、お困りの部分がありますので、これは一本立てていただきながら、やはり総合的、特に精神疾患の方々、お年を召していって、非常に介護の度合いも医療の度合いも重くなっている中にありますので、それは全体像、また認知症の非常にいろんな方々に押し出されてしまっているということも総合的に考えていただければと思います。時間になりましたので終わります。ありがとうございました。これにて安倍俊久君の質疑は終了いたしました。